元、キンプリ、平野仕様の謎をめいたブログ消失と脱退、その真相と今後の展望。5月22日、キング、リンチェプリンス、メンバーである平野仕様がジャニーズ事務所を退所しその直後に更新されたブログが一部削除されたことが報じられましたた。この出来事は、平野のファンやメディアから驚きと質問の声が上がっています。 今回の記事では、平野市用のブログの謎めいた消失と脱退の真相に迫り、今後の展望について考察します。平野のブログの意味深な記述、平野が脱退と共に更新したブログには、ジャニー北川氏に対する謝罪と、できないと言われたことへの受け入れの表現が含まれていました。 しかし、スポーツ紙が報じた内容には、その一部が削除された形跡があります。特に、ただできないと言われたら仕方ない。との和文が紹介されなかったことがファンや一部メディアの注目を浴びました。この部分が一部ツイッターユーザーによって拡散され、23日朝になるとジャニーズ公式サイトから平野の存在が一掃されました。 一方で、グループを脱退したものの、死優太たのアーティストページは残っているという状況が続いています。この出来事に対して、ファンからは様々な感情や疑問の声が上がっています。ジャニーズ公式サイトからの平野の消去、23日朝、驚くべきことに、ジャニーズ公式サイトから平野しようと、神宮寺ゆ太たの存在が完全に削除されました。 これはファンやメディアにとって意外な展開であり、一体なぜこのような決断が下されたのか疑問視されています。平野がグループを脱退したにもかかわらず、キシユタのアーキストページが残っている理由も気になるところです。一部のファンは平野が海外進出を考えていたものの、事務所との交渉が難航し、結果的に脱退したのではないかと推測しています。 SNS 上では、海外進出のために努力していたのに、残念だ、事務所の問題が影響しているのではなど憶測が飛び交っています。ジャニー氏の性加害問題の影響、現在、ジャニーズタレントの海外進出は、ジャニー氏の性加害問題が報じられてから難しくなったとの声も聞かれます。 海外では性的スキャンダルを起こした人物や団体が問題を解決せずに表舞台に立つことが難しい状況が続いています。このため平野が事務所を離れたことが結果的には正しい判断だったのではないかとの見方も存在します。芸能記者によれば平野さんが事務所を出たのは結果として正解だったのではとの見解が示されています。 ジャニー氏の問題が表面化した今、ジャニーズタレントが海外進出することが難しくなっている中で、平野が前向きに自身の未来を切り開くために事務所を離れたという可能性が考えられます。ファンの反応、平野の脱退とジャニーズ公式サイトからの消去に対して、ファンからは様々な反応が寄せられています。 一部のファンは、事務所の問題が平野の活動に影響を与えたと推測し、同時にその決断を支持する声が上がっています。一方で、まさかこの日が来るとは思わなかった、どうしてこうなったのか理解できない、といった戸惑いやショックの声も目立ちます。SNS 上では、平野さんの才能は無駄になってしまった、これからの彼の活動が気になる、応援し続けるけれど、 不安もある、といったコメントが寄せられています。ファンたちが平野の今後に対する期待や懸念を抱えつつ、彼の新たなスタートに注目が集まっています。平野市用の脱退とジャニーズ事務所からの消去について、まだ多くの謎が残っています。 彼のブログの一部が削除されたことや、ジャニーズ公式サイトからの存在抹消には理由があるはずですが、その真相は一般には知られていません。一方で、ジャニー氏の性加害問題が報じられ、ジャニーズタレントの海外進出が難しくなっている中で、平野が事務所を離れたことが正しい判断だったのかもしれません。ファンたちが今後も平野を応援し続ける中、 彼の新たなステージでの活躍が期待されています。一刻も早く、この謎めいた出来事の真相が解明され、平野のファンとメディアが安心できるようになることを願ってやみません。